こんにちは、タビキューです。今日は最初の人としてとてもいいシートバッグを見つけたので紹介したいと思います。今回紹介するバッグはゴールドウィンの X オーバーシートバッグ17です。主に日常使いや日帰りツーリング向けのコンパクトなシートバッグです。荷物の少ない人なら1泊2日のツーリングぐらいまでなら使えるかなと思います。シートバッグを持ってない人が最初の一つに購入するシートバッグとして最適な大きさではないでしょうか。私は今まで日常使いや日帰りツーリング程度ではわざわざシートバッグをつけなくても普通のバックパックを背負えば十分じゃないかと思っていました。ところがバックパックを背負ってバイクに乗ると異様に肩が凝ることに気がつきました。バックパックを背負って一日中歩き回ることも多いのですが、その時の疲れ方とは全く別レベル、肩こりというより寝違えたレベルです。なんでそんなに肩が凝るんだろうなと思って考えてみたら、バックを背負った状態でバイクに乗ると腕を前に出してやや脇を締める感じになりますよね。そうするとバックのベルトが脇を押し付けていて、これで脇の血行が妨げられて肩こりにつながっているのではないかなと思います。シートバッグにすれば肩がフリーになるのでこの問題を防ぐことができて、ツーリングが断然疲れなくなりました。荷物を取り出しやすいのも大きなメリットでして、バイクに乗るときはヘルメットやグローブ、鍵など持ち運ばないといけないものが増えがちで、そういう手荷物を持ってバイクに乗る準備をするのって大変ですよね。例えば携帯電話をホルダーにセットするとき、グローブを持ったままだと細かい作業がしづらくてスマートフォンを落としそうになったり、邪魔なのでグローブをシートの上に置いておくとグローブを落としてしまったりすることがあります。それに対してシートバッグがあればバッグの中にグローブもスマートフォンも鍵も全部入れてバイクまで持ち運ぶことができます。バイクに着いたらまずシートバッグをバイクに取り付けて、必要に応じて荷物を一つずつ取り出すことができて便利。バックパックと違って目の前で取り出せるので、ヘルメットをかぶりながら視界が狭くなっていても楽に荷物を取り出すことができます。次にシートバッグの中でもこのゴールドウィン X オーバーシートバッグ17がいいなと思ったところを紹介します。一番気に入ったのはバイクから取り外して持ち運ぶことを一番よく考えたるバッグだなと感じたことです。盗難リスクを考えると貴重品はバイクの置きっぱなしにせずに常に持ち運びたいところ。最近はパソコンやカメラ、携帯電話といった個人情報や機密情報を含むものを持ち運ぶことが増えました。もしそういうものが盗まれると自分が被害者であると同時に加害者にもなってしまいます。その時バイクにバッグを置いたままその場を離れていたとなると、セキュリティへの意識が低いなと思われても仕方がないんですよね。例えば自動車のトランクに個人情報を置いて車上荒らしになった人が管理責任を問われているので、どんなに鍵とかアラームで厳重な防犯対策をしていても足りません。屋外に個人情報を放置した人と思われてしまうのがオチです。そのため貴重品が入っているバッグは常に持ち運びたいところです。観光地などでバイクから長時間離れるときはもちろん、食事のときやトイレに行くためにちょっとバイクから離れるときも常に持ち運びたい荷物というのは発生しがち。キャンプなどに対応した大きいシートバッグだと取り外しが面倒だったり、横に広くて持ち運ぶのが向かない形状だったりします。その点このバッグはバイクから外して持ち運ぶことに対してかなり力を入れています。容量は15リッターなので普段使いから日帰りツーリングにちょうどいいサイズです。荷物の少ない人なら一泊旅行ぐらいはいけそうなサイズですね。試しにいくつかの荷物を入れてみましょう。底面はちょうど MacBook Pro の13インチがぴったり入るぐらいになります。これに温泉などに行くとき用のタオルや下着類、撮影を行うためのカメラ、それにミニ三脚や鍵、グローブといったバイクに乗るために必要な道具も入れてしまいましょう。他にも GoPro や充電などを行うケーブル類も入れたいですね。これは蓋側の西手に入れておくと便利が良さそうです。これだけの荷物を十分入れることができます。ファスナーを開くと17リットルまで拡張できます。さらに上に余裕ができるので出先で思いがけずお土産が増えた時に重宝しそう。この状態では見た目がかなり不自然になってしまうのですが、あくまで一時用としては便利な機能だと思います。先ほどもちょっと紹介しましたが、このシートバッグは持ち運ぶことに特化しています。よくあるシートバッグでは簡単な紐が付属していて、それを取り付けることで肩掛けできるというものが多いのですが、このシートバッグは本体に肩掛け用のベルトが内蔵されているので、それを引き出してリーカーに引っ掛けるだけです。肩紐の部分はクッションが付いていて、ちゃんとしたバッグの雰囲気があります。背負ってみてもパッと見バイクのシートバッグには見えないほど自然な形状です。普段使いのバッグとしても使えそうなほど持ち運ぶのに違和感がありません。斜め掛けなので荷物をちょっと取り出したいという時も便利。
例えばカメラを取り出したいという時も、背負ったまま前に持ってきてカメラを取り出して撮影したら戻すというのがやりやすいです。このコンセプトに近いシードバッグがデグナーからも販売されていたのですが、存在感がほとんど変わらない割に、ゴールドウィンの X オーバーシートバッグ17はデグナーのシートバッグと比べて容量が大きいんですよね。よく見ると目立ちやすい上部は薄くなっていて、株に行くほど分厚くなっているんですよ。それで腰のへこみとフィットして容量の割に存在感を減らしているんだなと思います。あと質感もゴールドウィンの方が身につけるバッグとしては自然な質感のように感じました。縫い目が外部から目立たないように縫い込まれていたり、細かな形状やデザインもいい感じです。このあたりさすがフィールド用のバッグを作り慣れているゴールドウィンという感じがします。シートバッグのセットアップする方法ですが、まずは固定用のベルトをつける必要があります。ベルトはシート裏に取り付けるタイプで、シートを外してベルトを置いたらシートを固定します。一度ベルトをつけてしまうと、バッグをつけるには4つのフックをつなぐだけです。バッグをバイクから外すときもフックを外して簡単に取り外すことができます。フックは左右でオスメスになっているので、バッグを使わないときは左右のベルトをつないでおくことができます。使っていて気になったのは、フックと D 管部分のプラスチックがすごく安っぽいんですよね。他の部分の質感がいいので気になりました。あと肩掛けのベルトはクッション付きの質感が高いものなのに、手持ち用の紐はただの紐なのが残念です。ここはデグナーだとゴムのしっかりした持ち手がついていたんですよね。普通のバックパックだと革が張ってあったりするので、価格が多少上がってもいいからもう少し頑張ってほしかったなと思います。バッグが重たくなってくると、これちょっと手が痛くなりそうな感じがしますね。あとバイクに固定するベルトがバッグの色と合わせた色になっているんですが、私が買ったデジカモ用だとバッグを外した時に悪目立ちします。バイクのシートは黒がほとんどだと思うので、ここは標準は黒にしてほしかったなと思います。後から紐だけでも買い替えられるので、そこまで重要な問題ではないかもしれませんが気になりました。ということで、ゴールドウィンのシートバッグがすごく良かったので紹介しました。まだシートバッグを使っていない人はもちろん、キャンプ用の大きなシートバッグを持っている人も常時持ち運ぶためのサブバッグとして使うのに便利そうです。それではまた便利そうなグッズを見つけたら紹介していこうと思います。旅Qでした。